こんにちは、今日もお願いします。いや今日こそは、今日こそは勝ちましょうや。今日こそは絶対に2連敗は絶対あかんすよ、ほんと絶対勝ちましょうね。よいしょ。ガミがベンチでしたね。よいしょ。ドグエゼでしたね。ドグは予想したんですけどね。エゼも来ましたね。こんにちは、よろしくお願いします。そうなってくれたら最高なんですけどもね。こんにちは、お願いします。今日もよいしょ。いやー勝ちましょうよ、絶対もう連敗はダメです、優勝を目指す上で。こんにちは、お願いします。絶対勝たないと。よし、はあ、大事な試合ですね今日も。まあもう大事な試合じゃない試合ないですけどね。こんにちは、勝ちましょう、絶対勝ちましょうね。ですね、今日こそ河村くんですね。東は褒めない、東は褒めない褒めずに行きましょう。ガミじゃないんすね。ガミ割と、まあでも最近名古屋の試合見てなかったでね、僕ガミがどんな感じか分かんないですけど、最初の頃はガミが割といい感じだったかなと思ってたんですけどね。あとはもう森下、あー神戸戦、あ行かれたんですね。やっぱレベルが違いましたね。まあそりゃそうですよね、ドイツで何年も活躍した選手なんでね。大迫も武藤も、まあ山口蛍も帰ってきましたけどドイツ行って、斉藤光希もロシア行ってましたからねいやいや大丈夫ですよ、うちの選手なら打ち破ってくれると思いますよ。河村くんはランゲラックから点取りましたし、ダブル勝だまあそうですよね、丸山の状態がいいのかもしれないですね、名古屋的には。もう慣れたもんですね、五郎と翔のハグは。最初はめっちゃ激アツな感じでしたよね初めて五郎が向こう行ってうちとやるとき、21年だったかな最初が。永井がどこに陣取るかですよね。永井のスピード厄介ですからね、ほんとカウンターのときは。永井がね、ガクトの位置に来られるのが一番嫌だ。あれ今日主審、その人名前なんて言うんでしたっけあれ その人ですか、あの札幌戦の主審ですよね、元選手でしたっけその方、J、選手やって審判になった方みたいなので、何回も名前言うんですけど毎回名前を忘れるっていう、その人の読み方をみあ、VR かミクリアさんか、あタイマーありがとう、タイマーありがとうございます。うおー、もうタイマーサンキューです今のー大丈夫か、
気は失ってないっけ、大丈夫かな。あー主審この人か。あーユンカーのファールになったんだけど、まあそりゃユンカーは言うよな。ユンカーが当たってるからな。荒木に怒っても、ユンカーってほんと審判にプレッシャーかける選手ですよね。自分のものにするのがうまいというか。ああやって文句をちょくちょく言ってカードをもらわんように。で後半にあたりになるとちょっとユンカー有利な判定が多くなるっていう。ほんとずる賢いっていうのが合う選手ですよね。森下の推進力はちょっと厄介ですからね。やっぱ東か、今日もキッカーは。ほらずっとユンカー言ってるわ。まあでも主審ももう大体分かってると思うけどね、ああいう選手っていうのは。東今日はいいボール蹴ろうよ。ナイス、ガクト。あーラッキー。やっぱこういう陣形が崩れてる時は怖いっすよね。面白かったけどな。ナイス荒木とガクト、スーパー。いやー小スーパー。天皇杯もねやってるみたいですね。いやー素晴らしいですね今の関係性。エゼドグあそこで足元にすぐつけるのがまあエゼでしょうね。いいですね。あそこ普通だったらサイドにね展開するみたいな流れが多いんですけど、まあ、今回はミラーゲームなんでサイドのがフリーになることはないので中使うのはいいっすね。あれー
素晴らしいですよね、そこの判断が今で。ドグもシュートまで持ってったプレー素晴らしかったですね今。もうミラーかな今日はほぼ。まあ90分は絶対ないと思います。そのためのナッシムのベンチかもしれんすけどね、ピエロスがいないので。うわうわ、流れが素晴らしかったな。ドグのハンドっぽかったけど最初は。ここで川村くんのやっぱこの位置からの飛び込みかね、川村くんは。まああの角度はなかなかね決めるの難しいですけど、逆にポストまでよく当てるほどのシュート打てたなと思いますけど。うん、パンっていう感じでしたね。特にマンツーマンなんで、あの川村くんの動きは効きますよね。だいたい似ますよね。ここで持ってコッシーが、おお、コッシーそれたまたまじゃないか、大丈夫か。まあでもあそこガクト飛ばして川村くん使ったコッシーはすごいけど、あれ取られたら大ピンチだからね。見えないですね。あっちに行ったら多分カメラのあれを変えてくれるのでよくありますよね。光で見えづらいですね。ですね。やっぱ異質というか、日本人にはないタイミングというか、あれを持ってますよね。エーゼは腰出してなかった。うわ、ボールの置き方がいい、立ち上がりすごくいいですね。ガミですか？いや、ガミは完全ですよ。トラップが素晴らしいですよね。多分体の難しいとこなんですけど、今のドグのスローインから、うん、フォワードに入った後の挟み込みがいいですよね。ここにこうボールが来た後のここの寄せとかが、やっぱりそれがちょっと足りなかったって思ったのが神戸戦だったんですかね。いや、さすがに前回はちょっとシンプルにショックでしたよね。え、挨拶来てくれないのっていう、逆にあのホームでやった時のルヴァンは。
そっちのショックがでかかったですけど。うん、これあるんよね。ボランチの選手がウイングバックの位置に落ちるのはね、名古屋は。でも全然普通に川村くんが見れたね。いやー、前から素晴らしいね。今日はいい試合ができてるから点が欲しい。うーん、面白いな東、今のボールは。うん、やっぱり飛び込みやすいと思います。シャドウだとやっぱり割とマークがつきやすいので、このやっぱボランチの位置だとやっぱり相手のマークがね外しやすいですよね。絶対シュート30本コース。まあただマンツーマンなんでこうなりますよねって詰まる。生涯取るよ。あー、さすがマテウスがガクトについてくれたんでね。今、いやー素晴らしい。うん、本当ですよね。褒められない東。東は褒めちゃダメ。いやー、そこコッシー、そこコッシー、コッシーヘルプ。うわー、もうコッシー遅れたなー。今スタートはコッシーの方が前に取ってたんだけどな。塩がちょっと痛めたからいけなかった。うわー、いい飛び込みだね五郎も。やっぱ今も川村くんがつけてないですよね五郎に。いや、塩は肋骨折ってんだから去年。やめてよ。ゴロをやっぱ外しちゃいましたね。うーん、カウンターの対応、まあ今はちょっともちろんコッシーのミスとあと塩がちょっと傷んでしまってマテウスに寄せれなかったのもあるんですけど、まあただカウンターを受けるのはもうこの戦いやってるのでうちはある程度しょうがないのはあるんですけど、なんでその分一人一人の判断とかがやっぱり重要ですよね。今のコッシー、まあ、判断というか今のはコッシーは何だろう、意識。今のはコッシーの奪われた瞬間の一歩二歩のスプリントの差、まあ、もちろん攻撃的な選手なんでコッシーはあそこの一歩二歩がまだやっぱどうしてもね。まあ、去年もサイドハーフですしやってたのが、ナイス、ハヤト。まあそこはまあルーキーなので本当試合で課題出ながらなんとか防ぎながら成長を促すっていう感じですかね今は。ただ名古屋のボランチ2人はねちょっと見合っちゃったな。ターンが多分、まあ米本は分かんないけど五郎はターンがうまくないから、うん、そうなんですよ。
もう失敗と成功を繰り返しながらっていうまだ時期なので、ある程度目はつぶりたいけど失点には関与しちゃダメだよっていうのはありますね。あ、初代五郎稲垣って言った方がいいかまあでも五郎で慣れちゃってるからな前には強いんですけどね、多分米本と稲垣は。あそこの野津田みたいなあれはないですよね、うまさは。ちょっとコッシー負担かけすぎだよ塩に。イエローでしょ。嘘。膝？膝打ったか今。ちょっと待って。ちょっと待って。嘘。ダメだよ。ああもう。もう膝はやめて、ほんともう死ぬからマジで、こっちがもうマジ膝怖いから。ガクトのところまでは、あ、来るか五郎は。まあマンツーマンで来られて剥がす力はなかなかないかな。ただここで道具が頑張れるの、あーエゼもったいない。そうなんだよね、ここで道具が割と頑張れんだよね。スーパー、うん、3じゃないと。うん、低い位置だとユンカーとかが野津田消しながら、ちょっと上がってくると五郎か米本が野津田見に来るって感じですかね。まあ今のはうまく挟み込まれたね。ターンせん方が良かったな今の道具は。東京と鹿島、鹿島先生鹿島どうしたんすか。まあ、五郎はやっぱああいうのですよね、五郎のもうストロングは。いやー素晴らしい。このボールの後、うん、いいボール蹴らしたね、うちが難しいボールを。腰いいよ、中戻して人多いから。そっち奥が本当見にくいっすね。いやー東行けよ。
いやー素晴らしい。ハンドハンドハンド。そこに置くんだ東ボール。あ、手が当たったのか。いい試合をしてますよ。うちはうまくシャドウがフリーに慣れてますしね。ボランチがいないところに顔出して、少しああいうヘディングももうちょっとな。まあ長い目で見んとね、自分で言ったんださっき。東京っすね。宮原はジョークさんのとこです。ベルディですね。ベルディ試合出てますよ。うん、川村くんいいよ。ですね。まあ神戸戦がちょっとイレギュラーすぎたというか、大迫だけじゃなかったんでね、武藤も厄介だったんで、今んとこで。ああそうですか、フルタイムですか。まあ、4バックだったら宮原重宝されると思いますよ。いい前での額とかあったかな今。ただこの距離ならね、ほんとスーパーじゃないとなかなか決まらないよね、ランゲラクなら。もちろん取ってもうちょっと前に行きたいのもあるかな。おお、止めてくれてありがたかったな。うわー、東ドフリーだったんか。狙ったのかなこれ。うわー、これは、まあまあどっちが悪いとか言いづらいな今のは。まあでも東が先にボール、触って、まあでも森下もそんなボール見ずに背中からがっつりいったって感じじゃないから、ワントラップはなしでよかったんじゃないですか、もし狙いだったら。あそこで東が開くっていうのをチームとして狙ってたのなら、多分ダイレでシュートも決まってたでしょうから。あとは川村くんか、彼もキャノンですからね。
うん、やっぱロングボールを腰いいボール、あ腰じゃない森下、ナイスガクト。ある程度下で来てくれるならうちのツリーはやっぱ強いなっていう。腰外すなよ。ナイス。まあ、やっぱ長井のスピード、マテウスにもなんかやられた印象ありますよね。去年ルヴァンでもやられたかな、マテウスに。確かユンカーもレッズ時代にね、よう決められたんで。怖い3枚ではありますよね。ただ今んとこうちの3バックがやっぱいいっすね。あーちょっとあれだな、今のは捨てちゃったなボールを。うん、なるほど。永井が河村くんの近くに寄って、河村くんが行けなかったのね。ただ河村くんは長いからでもボールが取れるっていうね。河村くんのボールをつつく能力とかはすごいっすよね。うわー痛いやつ、痛いやつ。うん、やっぱ河村くんはここでの良さが生きるかな一番。で河村くんは後ろからボールもらう時もそんなに前につなぐのも下手じゃないんですよね。ガクト並みにうまくはないけど、全然半身で受けて前向けて外散らしたりとかもできるから、外出なくていいよ森氏、イエロー出たから。外出なくていいよ森氏、森氏外出なくていいよ、イエロー出たから。ルール覚えて。もう3年ぐらい前からだよ。やっぱこの辺で塩が一回外せるんだよね。そうすると相手が他の選手がこうギュッて中に、うわ今河村くん使いたかったな、ドグ。やっぱ森氏のテクニック、野津田打てるぞ。ちょっともうちょっと前に置きたかったな、トラップを真横に置きすぎたな。森下はやっぱいい選手ですね。多分守備もいいんでしょうね、アグレッシブだし。
あと真ん中に入った時のトラップがいいですよね。みんなドグもエーゼもモリシもちゃんと足元に止められてるから。いやー河村くんナイス読み。東中いんな。うん、そう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 ですね。うん、もう一回外エズポケット。反省が生きてますよね前節の。ま、名古屋も多分前から行きたいはずなんですけど FC 東京同点前から行かせてないんですよね。うちが、まあ、あとそれは前で時間が作れないので。今回名古屋は前回の神戸みたいに神戸はうちをおびき寄せてその裏みたいなのがもうで大迫が時間作ってくれるので欲しいっすよね。こんだけん中に入りすぎかな。右じゃ打てないね河村くんは。腰いけ。うんだね。今日すごいですからね今も外が。僕は通行止めのところの近くに住んでるのでもう何百人ってさっき警察が列作って歩いてましたね外。そうここで弾けてさらにもう一回弾けて押し返せるっていうのがね。こんなに弾けなかったんですよね神戸戦は。いやーこれはレッドではない。うん、もう一人いたもん。いや1枚いるからゴールキーパーと1対1だったらドグソになるんだけど藤井がいるからこれはないんだよな。まあ、だから相手ももうわざとだよね。いやよかったねあのまま行っとったらちょっとドグイエローもらっとる可能性があったんで。審判に触ったらイエローの対象ですからね。まあ、今回主審がそこはちょっとやめてくれましたけど本当はイエローもらってますからねドグ。これよかったよかった。いやただこの一発があると名古屋はちょっと怖いよね。この今の一発あれここあれじゃん野津田がホームで決めたとこじゃん。塩でしたか今出したの。いやさすがだね塩は本当剥がせるしこの裏へのロングボールの質で自分でも持ち運べるすごいね34っすよ彼。ほんと戻ってきてくれてありがとうって感じだなまあ溜まってたものがありますしもう今シーズン初先発なのでもうこの試合にかける思い
継続的に俺を使いよって絶対思ってるはずなんで、ドグは。だからここで絶対点取ってやるっていうのはもちろん、東とエゼが近いな。おーわ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 スーパーおーわすり抜けたえ、ああ長井に当たったんだ。うわー消えたー、スーパー。あ、マテウスに当たってた。マテウスが半身になってんだ。いやー、わ、サポーターめっちゃ入ってんじゃん。あれ、やっぱ壁は半身になっちゃダメなんだよね。ちゃんと。いやまあ、これはないよ、オフサイドは。いやー、でかい。この流れでホーム、この流れで先制はでかいって、うち。いや、でかい。ランゲラクっていうのと、あとちょっとやっぱ外側にずれてたっていうのもあるので、あえて低めで何か事故起これボール、事故起これボールがあったんじゃないかなと思いますよね。モリシン立て、いやー、モリシンくー、そこか。でも川村くんなんだよね、今のスタートもボールダッシュも6月マジあるんじゃないかな彼。まずはリスクをそこまで追いすぎずに、前からは行くけどあと7分なので、まずは前半をこのまま、ただ引きすぎるとコーナーとか与えれるかもしれないんで引きすぎず引きすぎずで、ただ前回はね、こっから逆転されたんで、ルヴァンは。ナイスナイス、ゆっくりでいいよ大迫浅野、どうなんすかね、難しいっすよね、海外組がいるので浅野を呼ぶとしたらどこっすか、代表でトップ下ですか、サイドハーフですか。堂安、伊東純也いますよ、右は久保もいてっていう、だから J リーグで結果残してもなかなか、いやー本当ですよね。ただ田中碧がいないので、ボランチは次の代表、それで早尾とか川村君に僕チャンスがあるんじゃないかなと思ってます。あとは東京のバングーナガンデが今試合出てないので、で中山もまだなので、いやー東準備が遅い ナイス、ここ大事だぞ。ボール2つ持っとったよ。あー、これ変えるの嬉しい。1位、シンプルに行こう、あと5分はなるべく。いやードグ、そこはちょっといらないかな、ショートで始めてほしい、放り込まれるのがちょっと今の時間は一番嫌かな。あー、オッケーオッケー、いやー、エゼナイス戻り、もう一個頑張ろうエゼ。集中集中、あー、ファールしたくなかったな、ここは。
弾こう弾こう、絶対弾こう全員で。あー怖いなこの位置は。直接回るからなマテウスは。モリシの前にいる永井が怖いな。あそこで一個変えられたりするのも嫌だし。ゾーンっすねうちは。マテウスどっか蹴って、マテウスどっかに蹴って、ナイス大迫もう一個、もう一個、もう一個あるよ。ナイス判断大迫、いいよ今のですね。ここ耐えましょう絶対ナイスドグ、ナイスドグもう一本、もう一本、ここ大事だぞこの試合。でもですあー、まあ、モリシが塞がれた。いやーモリシ、なんで長井についてったんだよお前が。お前ストーンだろ。もったいないってこれは。まあコースは甘かったけど、エーゼナイスだったな。あー悔しいけどな、失点がちょっともう最悪だよ。あー切り替えれん、やばい切り替えんと。でもうわ足をもう抑えた感じだったけどな。はあマジか、もったいな。欲しい。もう。かあ。あかんよ。絶対逆転はあかんよ。もうこれで。マジで。あれ。
長いコッシーが見てなかった？東と変わったか？うん、森氏頼むよ。あー、ナイス。うん、ナイス大作。そう、それでいい。終わらそう、終わらそう。マテウスが荒木倒したのかな。まあいいよ、もう前半終わろう。もう中入れよう、時間ないよ。中入れよう、春季。うわー、今の森氏は触れんかったか。手前でワンクッションあったかな、今森氏の前で。あー悔しいな、あの失点は。集中してたのにな。まあでもストーンやらすならモリシーしかいないか。そうっすね、そうっすね。切り替えね、なんとかこの15分でちょっと切り替えましょう。いやーでも仕方が、失点の仕方が、まあモリシーが一番悔しいやろうけど、長井をブロックしに行ってその長井にニアで反らされて、そうですね、内容はすごいいいですもんね今ね。まあでもエゼはあそこまで戻ってたんですよね、東の切り替えが遅くなって、それであそこにボールが入っちゃってのマテウスだったので、あそこの前の東のちょっと切り替えが僕的に遅かったかなっていう感じですね。それをカバーしたエゼがそのままずっとウィングバックの位置でみたいな。まあ、東がファールした可能性もありますけどね。あそこに。まあでもコーナーとかは与えちゃうんで、コーナーになった後のストーンの対応が悪かったですよ、やっぱ森氏が一番。あとはあんなに簡単にストーン、多分長井のマーク最初コッシーだったと思うんですけど、1失点目もう一回ハイライトで見ないと分かんないですけど、途中その後東になってたんですけど、そこは あんな簡単に離しちゃダメなんですよ。もっと体入れて、長井をあんな簡単にやらしちゃダメなんですよ。長井は森氏のポジションを
ずらそうとするので、ストーンの位置を。その間に立って体で押し返したりとかをやんないと、戦わないとダメなんですよ、ペナの中は。まあでも結果は出てるんでね。ただ今回の失点はちょっともったいなさすぎるかな。うん、あそこは絶対、特にもう40分過ぎたあたりはチームとして、ちょっとハイライト見ましょう。もう一回失点シーンは、もうニアでそらされたらファーは無理なんで、ほぼマークつくのはですね、切り替えんとね、いけんですけどね。タイマーまた後で教えてください誰かよっしゃ。ただまあ先制点取った、あの、そうですね、あの塩からのロングボール、ドグの裏抜けのあの取り方はスーパー良かったですよね。名古屋の成功率が低いね、やっぱ 66%。 下でも上でもダメってことだよね、これは。まあうちは大体70ぐらいかな、成功率は大体。ただこの後半ギアをどういう交代で上げるかだよね。次はナッシムぐらい、ナッシム中野ぐらいかな。うーん、今日は僕はちょっとカッシーを予想したんですけど、まあ多分左なんでしょうね。右っていうあんまりないんでしょうね、選択は。カッシーは、あ、東でした。それはすいません、コッシー、ごめん。じゃあ東だじゃあ東だ。それはコッシーごめん、コッシーだと思ってたそうなんですよ。だから悔しいんですよね、やっぱより悔しさが。うん、外された感じでした。外れてた印象だったんですけどね、僕最初から。ちょっともう一回ハイライトで見てみましょうか野津田も今日良かったですよね。神戸戦の反省も生かしてプレーできてるし、コッシーは今試練ですかね。うん、どこかであるんでしょうけど、みんなが陥るタイミングですよね。試合にちょっと出始めて、出続けて、あれ、なんかうまくいかないなみたいなのは、ここでね、一個結果が、多分次のルヴァンの横浜 FC もコッシーで行くと思うので、アンダー21枠は。横浜 FC まあまあガチ面でいくと僕思ってますけどね。でまた湘南戦で多少入れ替えるっていう毎年なんかホームの湘南戦でうちメンバー落とすっていうのありますよね去年も確か落としたで 1-1 だったかな、ガミのゴールで。その前もほぼ総入れ替えみたいなこれね、川村くんのこの角度ないところから、うん、なんか最初からついてなかったように思えたんですけどね。もう一回ちょっとこのハイライト見て、あの厳しさがないと代表じゃ無理ですね、多分。ここね、
そうなんですよね。もうちょっと取っていいだろうっていう、だいたいそれを外国人にね頼ってるチームはほとんどなんですけどね。そこの最後の仕上げはやっぱりどうしても、うちはナッシムが出てる時はどうしてもフィニッシュが日本人になることが多いので、ドグがめっちゃ嬉しそうや、まあ、ドグが取ったファールだもんね。マテウスも急に視界が開けて、相手がなるほどね。ただ割と河村くんがいるので、森氏が若干バランス取ってるっていうのもありますよね。今は去年までは大使のつガクトみたいな河村くん前半戦いなかったんで、森氏が割とゴール前の近い位置に入れたと思うんですけど、今河村くんがゴール前入ってくるんで、森氏がちょっとこう外にずれてるというか、この辺におることが多いとか、ちょっと周りを見てのポジション取ってるかなっていうのは思いますね。ポジションがなんかあんまりゴール前にいないかなっていう、その分河村くんにはチャンスはあるんですけどね。やっぱ今のはもうストーンを東の方にした方が良かったね。東がやっぱちょっと外しすぎましたね。あれもう完璧見てなかったですもん。長いよね。もっとこう森氏と長いの間に入って、もっと相手が嫌がることしないと、セットプレーは特にそれを学んだ失点になってほしいですけど、勝って学んだってことにしてほしいかな。ご飯ついてるよ、ご飯粒が。ですね、そんな感じで。大体多分守備のセットプレーは新規ちゃんなんで、多分またフィードバックで怒られるんでしょう。今回の失点の仕方はね。セットプレー2個目、アントラーズ戦とこれで2個目ですかね。いや違うな、東京戦、 あれも東だっけ。東京も失点したな、セットプレーから3つか。鹿島戦の失点はまあ、おマジですか、決定ですか、もう準備してます。マンチェスターダービーダゾーンで、なぜだ、カップ戦 FA カップかな。カップ戦はプレミア見れるんですよね、確かダゾーンでも。あ、予想だから前半に出すと中野くんの推進力のなさがより生きちゃうというか、後半になって割とこうスペースができてくると中野くんの良さは発揮しやすいかなと思うんですけどね。もうちょっと試合に使ってあげたいですけどね。最終的に中野くんはこの後ろのラインに落ち着くとは思うので、
今は J1 のレベルを入れ替える、これいいっすよね、入れ替えなくて後半と前半めんどくさいが今勝っちゃったよっしゃ、タイマーね、はい、ありがとう、誰もコメントしてないけどタイマーね、タイマー忘れんように。タオル広げたな今、広島ナイト歌いながら。そうですね、もっと裏へのボール道具で使ってもいいかもしれんですね。中谷はファールが怖いでしょう、引っ張る。あら、ななみさん、あ、しもさん、わかんないです。最近ユンカ途中酒井が先発みたいな試合もな、ま、前何試合かあった気がしたんですけどね。しもさん来てんじゃん、どうですか今のうちのサッカーは。しもさん、大迫と川村くん、東はきついかな、この感じなら。もうちょっと守備で頑張んないと、サイドバックとして呼ばれるとしたら。交代なしで、もうちょっと頑張ってもらわないとね、東は。うん、もっとやってもらいたいですね東は、やっぱりできる選手だと思うので彼は。しおってないですね、いい試合ですね、特にうちが。コッシー準備遅いよ、体の向きが。何しよんガクト、いやー今のコッシーないわ。いい選手ですからね森下は。もう
もうお前、答え、手あげる暇あるんなら寄せろや。まあ失点したらバタつくよな、そりゃ。はあ、バタつくなよ。次取られたら終わるぞ。もうなんでや、あんないい試合しとったのに。大丈夫大丈夫、焦るな焦るな。1対1でしたけれども、この立ち上がりにユンカーの得点で
ですよ。カナブーで追い越す、こういったところがやっぱ特徴ですね。繋いでいく、ちょっとトラックが大きくなりました。塩谷は冷静に一度大阪に戻します。対するルーターチャンスよ。うわ、なんでだこれ、肩か森氏、そりゃ外れるな、肩か。まあさすがにファールはしてこないでしょうけど、でもあそこのスペースは使えてましたからね、前半は。まあただ名古屋が引いてきたら、名古屋が引く前に同点に追いつきたいですよ。やっぱり引くと名古屋強いんで。いいよ川村君、それでいい。君は大丈夫、打ってっていいよ、どんどん。ですね。走れよ腰裏に。もう一個中、東中、ああ外行くな。ちょっと触りすぎ。いらん、コッシーそれ。もういっちゃいらんわ。
ビさん変えようよ腰、もうダメだよ今日、ダメだ。バランス崩してましたね、芝に足を取られたのか。森下の寄せとかも素晴らしいんでね。一回前半に仕掛けてコーナーじゃないゴールキックになったのがあるんでしょうね。目立つなミスが。シンプルに実力が追いついてない感ですかね今は。ですね。ホームだったらもう丸一日潰れますからね。入ってこんのんかい、腰、ここは。ガクト変える？モリシを右には持ってこないよな。うん、そうなんだよね。そこで外に出しても詰まっちゃうんだよな。どういう交代だ？うん、そうか。右は誰だ？森氏？東に右荒らすか。お、素晴らしい。森氏アンカーか。あ、まあそれでもいいんじゃない。神戸戦も多かったっすよね森氏。ナイスナス。ですね、これはちょっと今後の楽しみが今一個。これで東が右でいけるんなら、
いやナス。いや、モリッシュも割と顔出してくれてますけどね、シンプルじゃないですかね、勢いで言ってたのが止まったっていう。まあルーキーですから全然それはありますよね。うわ、まあな、東は左になるよな、それはもちろん。ああなるほど、こっちの東が持ってポケット取りながらみたいなことですよね。今日ガンバ応援しないらしいです。ああそうなんですね。まあ応援できないでしょさすがに、あの監督をずっと使ってるフロントはなかなかすごいですもんね。うん、早く早く早く、そんな未勝利で17連続未勝利ですね。まずはナスがちょっと入れてないな。名古屋は時間をかけながら真ん中にはボール入れずにサイドでああ名古屋にリードは奪われたくないんだよ。だからThank you.
オフサイか。東右に行ったら急にトラップが雑になったな。うわ嘘、ナッシム嘘、最悪や。ナッシムなぜ準備できてなかったか。ダイレでもよかったんじゃない、トラップじゃなくて。うわー、紙一重やったけどな、ドグはいいシュートやったけど。パワープレイしてもなんですよね、相手の3枚は強いので。多分そしたらガミをウィングバックに入れてきますよ、パワープレイしだしたら。なしにポケット取ろうや、スペース開けていっか、そこ。ここでサイドに渡してもないんだよね、1対1がないので。そう、ハイになハイになって、それは東全員が全員がタイミングが外されたわ。内田の方にしたか。ですね。まあただ右をこっから東から中野くんに変えたとて、変えたとてそこの突破があるかって言われたらないので。それだったら東がカットインしてのクロスだったりシュート、まあでもその死を警戒しての米本の右シャドウというか、そういうのもあるんじゃないですかね。あ、右シャドウだね、左シャドウ。うん、いやー、キーパーは外してよ、七。
まあでももう外から上げるしかないんですよね。まあ相手11人引いてるんで、こっからパスで崩しつつは無理なんですよね。で縦に上げたらディフェンスは弾きやすいんで、もうサイドからクロス上げてどうにか。っていうのをするしか。そうなんですよ、もう外から入れてどうにかしかないんですよ。5バックで引かれると大体、特に今もう相手中盤なんか守備的な選手多いですし、そうっすよね、もうそれぐらいしかないんですよ。鮎川か、森下っすね、イエローは。鮎川救ってくれ。いえいえ、今のいいボールだったよ東。まだある、まだ12分あるよ。棚田君はなかなか、難しいんじゃないですかね。あげよう、七あげよう。そう簡単にレッドカードを出るプレーをしないですよ、名古屋も。
サイドからのガチャガチャも防がれてきましたよもう。オフサイじゃない？巧みに当ててショーでもよかったよ荒木。あー森氏ナイス。もう相手は後ろに固めてるから3枚残さずに2枚ってことかな。中野はもうサイドバックのポジション取んなくていいからね。前でいい前で。うん。もうどんどん入れよう。塩ももうちょい前。早く早く。もう一回ポケット取ろう。中準備、中入ろう。七上げ切ろう。ああ厳しい。それじゃロングスロー、ロングスロー、ロングスロー、ロングスロー入れよう。ロング入れよう、ロング。ロング入れようや。もうロング入れようや。無駄なんだってそこでつついても。
投げれんだから中野くん。今日はうちの試合よ、ほぼ。ロングスロー、ロングスロー、ロングスローよ、ここ。いやー、道具の前に一個、もう一個置いとかんと。時計止めてよ、時計止めてよ。その角度じゃ入れたら厳しいんだよ。七のとこで入れてよかったよ、横からじゃないと。その角度じゃゴールの可能性が低くなるよ、すごい。大使と山崎くん2枚ベンチに入れる必要があったのかっていうのも考えどころですよね。川村くん反らないわ。難しいっすよね、この状況で試合に出てもやっぱりなかなか敵しかいない感じですからね。ボール受けてもなかのスプリント、
もう一個外。ああ滑った。裏、裏誰か止まるな。でもう一回鮎川裏、鮎川裏、鮎川使えばよかったじゃん。終わった。はぁ、負けるか。はあ、高すぎますね授業料が授業料が高すぎますよ。この試合やって、この試合やって、お疲れ様でした。うん。
まあ名古屋相手にあんな安い失点したら負けるよねっていう、まあ厳しいでしょうね。今日神戸が負けてくれないと、まあ、まだ6月ですけれど、夏にまた8連勝とかしたら分かんないですけどね。途中出場補強しないんじゃないですか。補強はまあ分かんないですね。まこっちゃんがいなくなってのですからね今ね。まあ、うちはドリブルで仕掛ける選手はもう使ってないので、球際強くてボールを枯れる選手を使ってるので、どうしても詰まっちゃいますよね5バックで。神戸戦とはしかも今日はちょっと違いますよね内容が。うちの試合でしたし、もうほんと前半最後のコーナーと後半頭のコッシーで、もう名古屋相手にあんな安い失点あげたら負けるよっていう、そりゃもうそりゃコッシーがいたからっていうことしかないですよ今日は。いや本当に、うん、そうなんですよ。6億借金あって補強してる暇なんてないっすよ、うちに。育てるしかないっすよ。まあコッシーも別に今日で終わりなわけじゃないですからね。多分次のルヴァンは出れるでしょうから。あーそう、もったいなさが強いんですよ失点両方とも、2失点とも。も完璧に崩されたとか、もう負けたっていう神戸戦みたいな、もう今日完敗だっていうのだったら全然いいんですけど、完敗じゃねえだろ今日の試合っていうね。鮎川、まあでも今は3番手ピエロスが戻ってきたら4番手になるかなって感じですよね。結果残さないとね、鮎川もこういう時に、前回もそうですけど、ほんの少しの時間でも途中から出て結果残したらあれですけど、今シーズン結果残してないですからね鮎川はまだ。なのでまあラッキーでしょうね、あんな簡単に1点うちに取られて、前半で1点取れて後半頭で、うん、ベンチも含めて今日はちょっといろいろ考えた、まあ、今から連戦なのでルヴァンあって湘南あってレッズあるので、レッズの後が京都か。いやもう今日の負けは本当悔しい負けっすよ。負けるはずじゃないの負けがもう本当一番しんどい。かぁ後半の狙いなんかねえだろ、あんなんで点取られたんだからあれで点取ってもうある程度時間使いながらやって、まあ、次の横浜 FC 戦でチャンスはコッシーには多分与えると思うので、21枠で、で多分湘南戦は変わるんじゃないですかねいろいろと。まあ、ていうかどういうメンツでいくかがね、中2日なんでね、横浜 FC の後湘南が移動もあって、横浜 FC は僕割と後ろは小荒木七でいくかなっていう、またで左に七で右コッシー、いやー本当っすね。いや
ルヴァンこそもう取りに行かなきゃいけないんじゃないですかね、割と僕的には。横浜 FC 勝ったら多分2位も確定すると思うんで、他のグループ見た感じだと。だったら、名古屋戦消化試合にできるんで、最終戦の名古屋相手に突破をかけた試合したくないんで、もう横浜 FC 戦で完璧に突破決めたいなっていう。でその後の湘南は別にまた落とすんじゃないかなと思いながら、どんな反応だったのかな今日のうちのサポは、ゴール裏は拍手か叱咤激励が多かったか。おお、翔が行くスペースはもうないですからね、今川村くんいますから前に。で別にそんな今シーズン、まあ今連敗してますけど、結果が欲しかったっすね、ゼニね。このそんなに神戸名古屋戦までは順調でしたからね、たった1週間で2つ負けてですから、もったいないっすよね。特に今日の試合は神戸戦は受け入れられたけど、まあコッシーは神戸戦で何もできなかったってコメントして、今日の試合も何もできなかったんでね、若いだけじゃね、それで失点に関わってきたんなら厳しいよね、やっぱ。かー、しんど、今日の試合またテンション下がる日が続くのか。まあ今日は途中から入った選手は厳しいと思いますよ、なかなか。名古屋相手ですから、スペースももうほぼなかったですからね。だから先制点取ったのにあんな失点の仕方したらもったいないよっていう、やっぱり。試すかどうかっすよね、横浜 FC 戦で突破がかかった試合で。横浜 FC もリーグは割と結果ついてきてますからね、まあ、もちろん横浜 FC は多分メンバー全員変えるでしょうけど、リーグの途中なんで。途中からレギュラー組出すんなら最初から出して、まあコーナーのあの失点はもうそらされたら終わりですからね、ほぼあそこですよね、そらされたとこ防ぐとしたら。まあ、棚田くんはどうでしょうね、わかんないですね、今どんな練習見に行ってないんでね。その後がこの神戸名古屋でしたからね。今日の試合はまあまこっちゃん不在の影響はなかったと思いますけどね、試合見た感じいい試合してましたし、もう失点シーンだけっていう、あそこのゆるさがどうしてもねって感じですよね。前半の終わりと後半の始めっていう、上福さんの時によく失点してた時代時間ですね。
試すとしたら多分突破決まった後の名古屋戦だと思うんでね、ルヴァンの。だからまずは水曜日何位、まあ普通に一戦一戦戦っていく感じじゃないですか。優勝は別にまだ目指してはいいと思いますけど、まあ普通にずっと戦えればそうですね、湘南戦はメンバーを落としてもある程度いけるだろうっていうですよね。ホームはだいたい湘南戦はしかも連戦の途中に来るんですよね。今回も中2日ですからね。放り込みには強いからね、名古屋は。だから放り込む状況に持っていきたくなかったんですよね、うちは。あー、こんにちは。まあ、いい試合だったんですけどね、前半は特に。あ、出すんじゃないですかね、ルヴァン次第。ルヴァンのあれで誰がアピールするか次第で。まあただまこっちゃんがもう多分今シーズンほぼ無理なので、攻撃力上がった分守備力が落ちた。塩は剥がすとことか、そこの判断とか技術はさすがですよね。今日は守備力落ちたっていう印象はないですかね、今日の試合は。安い失点っていうだけで、もう本当個人のミス、特に意識のミスだと思うので、そんなに守備力が落ちたっていう印象はなかったですかね、僕は。この試合でいい試合だったと思うので、内容は。最終節ぐらいでしょうね、もし戻ってきても。さあちょっと監督のインタビュー聞きましょうか。Ja, Glückwunsch an den Gegner, der heute das Spiel 2-1 gewonnen hat. Die bessere Mannschaft hat heute verloren. まあ、相手におめでとうと今言いたいと思います。ただ、良かったチームは負けてしまったと、それだけだと思います。今日はスタメンの選手も入れ替えた中で、前半シュート数が13本と、前半非常に手応えもあったんじゃないでしょうか。Wir haben uns erste Halbzeit 13 Torschuss gehabt.Ja, das ist richtig, aber wir haben in der zweiten Halbzeit genauso gut gespielt. Nur der Gegner hat natürlich nach dem zweiten Tor nur noch vor dem eigenen 16-Meter-Raum gestanden. Dann kann man nicht mehr so viele Torschancen herausspielen. Aber wir haben ein ganz hervorragendes Spiel gemacht. Ich bin zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Sehr unzufrieden natürlich mit dem Ergebnis. So ist es, ne? 前半もそうですけど、後半も自分たちは試合を握っていたというふうに思っています。もちろんタイミングで2対1にされてしまった場合には、相手はやっぱり守りに入るっていうところあったと思いますし、ただ自分たちのパフォーマンスには非常に満足していますし、何も批判するところはないというふうに考えています。いつもとはこうゲームプランが違っていた中で、
あと勝ち点3を手繰り寄せるためのあと一歩っていうところはどんなところになりますか。Ja, sicherlich etwas Schussglück. Ja, wir haben aufgrund der vielen Torchancen hätten wir mehr als einen Treffer verdient gehabt. シュートの時の運が必要だというふうに思っています。もう1点取れていればまた違った形にはなっていくというふうに感じています。今後も連戦がカプセルを挟んでということで連戦が続きますが、この貴重な時間というのはどのように過ごしていきたいですか。Ja, wir werden uns vorbereiten auf die englischen Wochen, die jetzt anstehen. Es wird natürlich auch bei uns in der Mannschaft einen Wechsel geben, weil wir nicht nur eine englische Woche haben, sondern auch das Nachholspiel gegen Urawa in der folgenden Woche. Also es werden einige Spieler auch zum Einsetzen kommen und ihre Spielmöglichkeit erhalten.そうですね、チーム全体で向かっていきたいというふうに思います。自分たちは次の週だけが連戦になるわけではなくて、その次の週も浦和との試合があるので、そこも含めて連戦に向けてチーム全員でやっていきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。サンフレッチェ広島、ミカエル・スキッペ監督のインタビューをお届けしました。まあ、ここでこう監督をおっしゃる通りこうできている部分もかなりありましたからね。思いますね、はい。まあ、今日だけじゃなくてこれまでも多分手応えは多分掴んでると思いますし、はい。まあ、これをやり続けて、まあ、最後におっしゃってましたけども、やっぱゴールというところ、そうですね、これを取るだけかなというふうには思いますけどね。ですのでカップ戦、そしてリーグ戦とで連戦続きますけれども、はい、これからの広島の躍進にまた注目をしていきましょう。では今日の試合のハイライトを東さんと共に振り返っていきましょう。連敗が痛いな。ホームの名古屋グランパスを迎えるのはもうサンフレッチェ広島オリジナル天童市の一戦です。まあ、前半は広島が本当に大きなチャンスを作りましたが、ね、はい、まずはここ名古屋のシーンです。横浜 FC が川崎に 2-0 で勝っている、はい。そんな嘘ついちゃダメですよ。そんな嘘ついちゃね、ダメですよ。横浜 FC が川崎に 2-0 で勝ってるなんて、そんなね、そんな信じないよ。そうなんですよ、受け入れないんですよ、今日の試合は。今日の負けは受け入れがたいんですよ。そしてフリーキック、川村のこの低い弾道のシュートが長い、そしてマテウス長いと当たって最終的にゴールに吸い込まれていきました。おそらく意図的に低いボールを狙って、まあ、これディフレクションを狙ったか、まあ、もちろん味方を狙ったとは思うんですけど、はい、まあ、ランゲラックは非常にこう処理しづらいボールでしたから、意図的なゴールですね。はい、苦しい時間帯、最後決めきったのはこの川村拓夢です。さて後半の43分、ここ長いスラッシュ。もったいないな、このコーナーも。やっぱり防げたよ、これは絶対。だってモリシュはストーンのはずなのに、永井を前に行かそうとせずに自分が前に行って永井をドフリーにして、で反らせるっていう、もう意味がわからんことするし、永井をブロックするの東だろうっていうやっぱ話ですしね。やっぱあのもコーナーはもう本当反省ですね、東も森氏も。で後半頭ですよ。1対1同点で折り返して後半その立ち上がりでした。マテウスから広げてスルーパス森下、準備が遅いんだよなコッシーは。だって森下だいぶ後ろにいますからね、コッシーの。背後狙うんですよね。まあ、ここ少し相手と交錯しながらですけども、このクロスも逆になぜ あそこで手を挙げたの？何、あのボールがコーナーになると思ったのかな？ゴールエリア割ると思ったのかな？反応してるんですけどもね、かなり処理しづらいですね、佐々木からすると。そうですよね。はい、まあ、結果的にはユンカーで当たってはりましたけど。はい、これで名古屋が勝ち越して2対1、ユンカー今日2ゴール目。そして後半の9分です。
今度は広島、これ広げて東ダイレクトで中森島、これも新人でしたね。いい形ですよね。この森氏もね、この東のクロスに、いや頭に当たってんのか、肩じゃなかったか。そして後半14分です。ここもマテウス、このマテウスが縦に突破、でも勇敢してました。佐々木も触るんですが、クリアできず、この勇敢のシュートを、ボールのバウンドが変わったのか。あー、跳ねとるな最後で。いや全然できましたよ、もっと対応、いい対応ができましたよ。あのシーンはまず最初の準備が遅いですし、その後の対応も、まあこっから学んでくれたらってなんか先週も言ったような気がしますけど、コッシーは。いやー今日の負けは引きずりますよ、だいぶ。今日の負けはしんどい負けですね、なかなかの。勝てた試合だったと思うので、しんどい負けになってしまいました。さてボールダッシュ位置です。まあ、最終的にダッシュ回数は名古屋が1上回っているところなんですが、まあ、前半というやはり広島の高い位置で。やっぱり低い位置しか、まあ、ドラゴンズは取れなかったし、うん、横浜 FC 戦、うん、よう絡んでますよ最近。2失点目ですよね、東京のカウンターのあのパスミス、横パスの、まあ、例えばミドルシュート、クロスの精度、高さ、まあ、当然そのコンビネーションも含めてですけどね、まあ、確率をどんどん上げていく、まあ、数をもっとこの守備の、そうですね、負け試合は振り返らないです。もう今日の試合見ないので僕攻撃で良さが出るから、まあとそうですね、攻撃でコッシーの良さが出るから今出て、うん、そうなんですよ。これだったら守備で、あ、穴開けにくい中野くんを出した方がってなっちゃいますからね。チャージはどうなんだろう、練習はしてんのかな、ちゃんと。さすがに次の試合ドグは使わないとは思うので、横浜 FC 戦ルヴァンは移動もありますから。あ、そうだ、帰ってこないんだ今日みんな、広島多分。多分名古屋からそのまま横浜行くんじゃなかったかな、G7 中だから移動が難しいから帰ってこないんじゃなかったかな、帰ってくんのかな。エゼ良かったっすね、ドグもエゼも良かったですよ、やっぱ先発して。川村くんもボールダッシュ前で取ったりもありましたから、だから本当ミス個人のミスで負けちゃった感が強いです今日は。右もねやって、あれだったら右鮎川にやらしてもよかった、今日みたいな負け取る時だったら代表でも右のワイドやってるみたいな時もあったから、うん、まあ七はやれることはやったかな、七がやれることはって感じですかね。まあ数字を出してほしかったですよね、やっぱあの状況で。まあ難しいですよね、今日のあの名古屋に引かれた状況は。引かしちゃった自分たちが悪いですね、僕たちが招いた試合です今日は。うん、今日はまあノッツだ、割と前半は良かったですけどね、カウンターも防げたし、
守備攻撃にこう絡んでるんですから、うん、やっぱ負けてる状況になると野津田は交代要員に選ばれちゃいますよね。相手が前から来る時だったら野津田はすごい行きますね。野津田の判断の良さは、はい、ということで、そんな横浜 FC が 2-0 で勝ってるっていう、ちょっとそんな変な情報を見たので確かめに行ってみましょうかね。そんなわけないでしょ。横浜 FC がね、川崎にね、4時キックオフでね 2-0 勝っとるやんけマジかよ。あれ、マルセロヒアン出てんじゃん。小川幸喜は交代したの。川崎がね、手こずってる間に今シーズンは行きたかったんだけどな。上になんで 2-0 で勝ったん、横浜 FC が川崎相手に。そんなことあるん。メンバー割と戻ってきてましたよね、川崎。へえ、こんなこともあるんだな。水曜まで無理じゃないですか、多分負けたらツイッター、僕極端に何もつぶやかなくなりますからね水曜まで僕多分無理だと思いますよ、これ。ルヴァンの勝利まで。なかなか今日はしんどい負けでしたね。明日仕事休もうかな、もうこれしんどいわ、しんどマジ。はい、ということで皆さん、2週連続残念な試合になってしまいましたがそう、もう引っ張るやつですよこれ、次の試合まで。かー、しんどいな。まあ次ルヴァン、もうまず水曜日突破決めて、これで横浜 FC フロンターレに勝つと、すごいなんかいいムードになりそうで嫌だな。まあでも多分全員入れ替えてくれると思うので、もう絶対水曜日まず突破決めて、でやっとホーム、やっとこさホームの湘南戦で連敗止めましょう。今日はすごい良かったんでね、内容は。もうだから本当個人個人のミスをもっと、特にゴール前の大事な局面のミスを減らしてって感じですね。では皆さん、今日もありがとうございました。またそれではいつかお会いしましょう。水曜日僕ちょっとルヴァン見れないので、これはないんですけど、すいませんが、さようなら、失礼します。